宮島町は、かつて、広島県再帰郡に存在した町である。日本三景、秋の宮島として有名である。特に、五島神社は神殿を、はじめ数多くの国宝、重要文化財を持ち、1996年には、ユネスコの世界遺産にも登録された。町域は、五島全体と一致していた。宮島町は、 戦前の町村政施行以来一度も合併を経験せず、100年以上にわたって単独調整を維持していた。しかし、町域べてが振興の対象であること、文化財を多く持つこと、島しょ部であることなどの理由から、産業振興や再開発について制約が多く生じていた。高度経済成長期以降は、人口流出と財政難も深刻化し、 特に公営事業会計の長期積み立て金を取り崩して一般財源の不足分に当てていた観光は問題視された。中でも2004年3月8日には地方自治法に基づき広島県から財政運営を健全化するよう勧告を受けるほどの危機的状況であった。このため宮島町は平成の大合併において合併特例祭を当て込んだ合併論議の中に 置かれた2003年3月、当時の小田和則町長は、対岸の大野町とともに、廿日市市に合併協議に関する申し入れを行った。だが、町民の間では、廿日市市よりも遠方ではあるが知名度のある、広島市と合併すべきであるという意見も根強かった。これは、宮島町という知名度のある名称が消えることによる、 反抗振興上の懸念を代表する意見であった一方で、八日市、王の地域とは、上下水道やゴミ収集などのインフラ面で、すでに基盤を共にしており、行政サービスの充実を重視する立場からは、八日市市との合併が望ましいとする意見も有力であり、八日市市か、広島市かは町を二分する論争に発展した。 最大の争点となり、八日市市派6人、広島市派4人という結果になったが、有効得票の44.8%を獲得した広島市派は、住民投票による直接採択を主張し、八日市市との合併協議は一旦中断した。2004年8月22日、合併相手を八日市市とするか、 広島市とするかを問う宮島町住民投票が実施された。結果は、初0日市指標917、広島市標711、無効票後206票差で、初0日市が合併相手に決定した。その後、同年11月に法定協議会が設置され、翌2005年2月に、両市、町議会で合併議決、県議会議決と、 総務大臣告示を経て2005年11月3日に2日市市と合併し、町域は2日市市宮島町となった。上記のように市町村政志向から消滅までの約100年間一度も合併を経験してこなかったため、大技は編成されていない。航路以下の航路は、主要県道の広島県道43号、五福島公園線9月17日。 国事510号に指定されていた町内を、鉄道は通っていない。鉄道の最寄り駅は、広島電鉄宮島線広電宮、島口駅及び JR 西日本山陽本線宮、島口駅。ありがとうございます。